カフェ3日目。今日もズボラに頑張ります。頑張っていろいろできるだけ見に来てもらった人に説明してください。まあそうやってプレゼンの技術を磨いてください。卒戦、明日が最後、活目せよ。ぜひ見に来てください。意外と人が来て応援してます。いや今日は頑張るぞ。そうやね、まあ、若さのある元気がよく出てるんじゃないかなと思いますよ。目標はできました。説明などさせていただいてるんで、よかったら来てください。作品で表現したいことと展示の形っていうのはなかなか噛み合えることが難しいんですけど、まあ、来場者の方にいろいろ詳しく見ていただいて何よりだと思います。ありがとうございます。私はファッションデザイン学科なので、近畿の方にも皆さんどうぞお立ち寄りください。お願いします。2日目も大盛況です。明日も来てください。明日も頑張るぞ。明日も来てください。明日最後ですが頑張ってください。食べられそう。うわー、食べられる。あれは柚子胡椒うどんは食べたらダメですよ。はい、今日2日目なんですけど、あとは明日1日ですが、まあこんなもうちょっと長くやりたいっていうのが始まってみて毎年思うことです。学生が主役なんで、僕らは脇役で温かく見守ってたいと思います。ファッション学科に、見に来てください。お願いします。お願いします。明日最終日、来てください。お願いします。そうですか、頑張ります。もっと素晴らしい展示会にしてください。はい、作品の前にはだいたい来るようにしてるので、ぜひ来てください。お願いします。最後まで悔いのないように頑張ってください。お疲れ様です。ちょっと乾燥してるけど頑張ります。ぜひまた見に来てください。向井ゼミ問題ない。ラスト1日、来てください。最終日なのでまた見に来てください。とにかく面白かった、はい、で、まあ、これからあなたたちの活動を期待しています。みんなお疲れ様です。あと1日頑張りましょう。また見に来てください。中入れます。昨日よりも頑張りたいと思います。みんな頑張ったんで明日も頑張ります。やるんでゆっくり見ていってください。あ、大変、楽しんでおります。ありがとうございました。熱い思いがいっぱい詰まった卒展拝見しました。とっても感動しました。こうしていろんなお客さんに来ていただいて本当に嬉しいと思ってます。4年生の皆さん、4年間お疲れさんでした。ジューンブライトをテーマに 2way ドレスで、1つのドレスを2つで表現する方法でドレスを制作しました。明日1日も頑張りたいと思います。声が出ないです。DVD も売ってるんで、またよろしかったらぜひご覧になってお買い上げいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。最終日、選抜発表があるのでぜひそちらもお越しください。面白い展示などもいっぱいあって、すごく人生に実りある卒展になれたらなと思います。たくさんの方に来ていただけたら嬉しいです。確かに明日までがありますので、ぜひご覧になってくださいませ。卒業制作展、明日、今日と両方ともやっておりますので、皆さん来てください。お願いします。これからも危険を生かして頑張っていきたいと思います。卒展は続いていますので、ぜひ直接お話をしたいと思いますので、お待ちしております。ついにこの年が来てしまったという感じなんですが、いろんな人に作品を見ていただいて、とても楽しんでいただければいいなと思います。ね。はい、以上です。こっちにある作品とか、こっちからずらーっとある作品とか、すごくいい作品ばっかなんで、ぜひ、回ってください。原田の森1階です。4回生の皆さんがすごい頑張ってるので、2回生あと2年ぐらい、めっちゃ頑張らなあかんなと思いました。たくさんのいい作品があるんで、いっぱい見ていってください。よろしくお願いします。最終日でみんな気合入ってると思うので、ぜひ楽しみにしてください。内容を聞いてすごく納得のいく
ものでして、これから社会に生かしていただきたい。後輩たちが頑張ってるのを見て、私も仕事頑張ろうと思いました。今からひーちゃんの説明聞きます。原田の森で絵画を展示しています。よかったら見てください。明日もたくさんの人に見ていただけたら嬉しいです。大変ですが頑張っていきたいと思います。明日も来てね。